げえ、スウェーデンみたい。これ今回の記念品です。あーすげえ、手拭いとステッカーですね、はい、曇ってる。なんとか日本でもペールガーデンクラシックをいずれやりたいと思います。すごい、こっついてすのやつじゃなくて、これ100均に売ってたやつに。しんどい、アップダウンがしんどい。すごいすごい音が。どうも皆様、アスワでございます。私は今富山県上市町にいます。これちょっとトレッキングポールが見えてるんで、分かる方はいるかもしれませんけども、明日から1日トレッキングをしてきます。去年はですね、スウェーデンに行きまして、6日間、山を歩く。で、まあこう登山とは違って割と平坦な道をずっと歩くっていう、まあロングハイク、ロングトレッキングっていうのをやってきたんですけれども、このフェールラーベンクラシックっていう、イベントはスウェーデンとか韓国とか世界中でやってるんですけども、日本ではまだ開催されたことがなくてですね、日本のフェールラーベンジャパンもですね、なんとか日本でも、フェールラーベンクラシックをいずれやりたいということで、まあそれのテストではないですけども、まずは今回富山で、まあ、関係者だけを集めて、トレッキングをやると。で、もしよければ来年ぐらいには皆様一般の方を集めてトレッキングイベントを日本いろんなところでやっていきたいなという話で、まあ、それの、まあ、僕は YouTube 作る担当うんです。なのでまあこれ全部は持っていかないんですけども、綺麗にこうパッキングしてきたんで、一個一個紹介しようかな。開けながらやっていきましょうか。まあ外側についているものから説明すると、まあ普通の方は使わないですけど、三脚が、撮影用の三脚があります。で、今もう一個ちっちゃい三脚をここに使ってるんですけど、で、トレッキングポールですね。スウェーデンではこれを、本当にこれに助けられて、これなかったらやばかったですね。まあでも、今回は明日朝8時ぐらいから夕方前ぐらいまでなので、うん、まあそんなに大変ではないと思うんですけど、一応持ってきました。トレッキングポール、ブラックダイヤモンド。で、あとは、あ、これ作りました。僕が過去に行ったフェールラーベンクラシック参加者しかもらえないワッペンと、あと、こちらが、JBS のブッシュクラフトインストラクターしかもらえないワッペンですね。かっこいい。こっちは、なんかね、途中で水を汲んだりする場所もないそうで、ナルゲンですね。ナルゲンの周りに、なんか、ついてます。でも、中身はついてる。ナルゲン1リットルです。が入ってます。あと、あ、これだけだ。照明、夜止まるんで、LED ランタンと、これも LED ランタン、BFF が入ってます。あと BFF の傘。ヘッテン、スルーナイト。一応日焼け止め。お薬。ロキソニン。多分使わなくていいと思うな。あとはマグ。結構このちっちゃいのにいろいろ入る。うん、そんな感じかな。まあ、こういうなんか、靴擦れ防止テープとかもあるけど。そして、下。下はお泊まりして、あさってこのまま東京に帰らずに、長野で仕事があるので、髭剃りとか、お風呂系の、シャンプーとか、そんな感じのもの。入ってますね。乾電池、これはヘッテン用の乾電池が入ってました。で、上は
あーこれいるな、充電するのに使うコンセント用のですね、モバイルバッテリーを充電しますね。ここはもうあとね、まあイヤホンが、雑多なイヤホンがあったり、タオルがあったり、あと救急キットがあります。うん、あんまり、相変わらずあんまり使ってない。風邪薬とか、腹痛の薬、マキロン、トメフル A、あとは、キズパワーパッドですね。こういう感じですね。綿棒とかも入ってます。あと、ハサミ。今回も使わないことを祈ります。あと、ま、一応、マスクも入ってますね。うん。あの、気にされる方いるかもしれない。一応入ってます。それぐらいですね。そして、あ、そうか、これもね、前回、クラシックでめちゃくちゃ便利だった。この、ここのリュックのこの、ここの部分なんて言うんだろう。ここの部分につける水筒です。これはね、一回一回リュック下ろして水飲むと大変なんで、ナルゲンの 500ml。ここにお水入れて、歩きながら飲む。そんなにね、熱くもないと思うし、大丈夫だと思うんですけども、これは非常に便利なんで、ね、つけました。中、いきますよ。サンダル。足疲れるんで、あの、休憩中とか、キャンプ地では、サンダル。OD 感がありますね。で、カトラリーケースがありますね。カトラリー類が入っているのと、まあ、包丁があったり、あとは、スプーンがあったりだとか、あとはこの、OD 感の上につけるこういった、ちっちゃい、シングルバナーが入ってます。まあ夜の食事用ですね。そして、あ、服ね。明日、今ね、これあの、なるべく軽い行動用の服、持ってるんですけど、明日はまあフェルラベンのイベントなんで、フェルラベンの服を一式着て、で、雨降った時用、ウィンドブレーカーと、ズボンですね。あと、いただきます。T シャツが2枚と、肌着が2枚と、パンツが2枚入ってますね。途中汗かいたら、肌着を着替えたり、T シャツ着替えたりとか、雨が降ったりしたら、長袖とウィンドブレーカーを着ようかなという感じでございます。これがまあ、ほとんど凝った料理はしないと思うんで、結果は、こういう感じ。あの、ケトルと、お鍋と蓋。まあ、焼くものも最悪これでできるしっていう。めっちゃ簡単な。本当はね、ノフライパンも持ってきたかったんですが、やめました。そして、焚き火台。ピコグリル。まな板一応いつもの持ってきたのと、トングもいつものごっつい鉄のやつじゃなくて、これ100均に売ってたやつに、ここにパラコード巻いただけのやつね。計量、トング、プッコ、エアマット、バカズグリル。焚き火するかどうかわかんないんですけど、まあ、するように持ってきました。最近お気に入りのシュラフがこれですね。スナグパックのジャングルバッグ。これあの、モスキートネットが顔の部分についた寝袋ですね。ジャングルバッグ、ビルトインモスキートネットって書いてますね。割と暖かかった。テントはずっと買って使う機会がなくて、もうタグもついてる。これあの、良さげだったんで買いました。トーマウント、これです。明日夕方ぐらいに組み立てると思いますんで、その辺の組み立て動画も。まあ多分これ一本でやるかな、今回の動画は。久々に動画を作れるんで、楽しみですけれども、こんな感じの道具で、明日、キャンプをしたいと思います。トレッキングからのキャンプ。行きたいと思います。はい、というわけで翌日の私へどうぞ。モニーすごい、クラシックを思い出す。かっこいい。おはようございます。ここは、富山県上市町の、公民館。元学校だそうです。あいにくの曇天で晴れていたら、剣岳がめちゃくちゃ綺麗に見える場所だそうですが、フェルラーベン。
すごーい。ここがスタート兼ゴールだと思います。どんなトレッキングコースでしょうか。めっちゃ楽しみ。行ってきます。田口さんはこれ食べたことあるから、あのこっちのこれあんま隠してるけど、田口さん全部食べたことあるんですよ。ありがとうございます。おはようございます。すげえ、スウェーデンみたい。これ今回の記念品です。あーすげえ。手拭いとステッカーですね、はい、ありがとうございます。でこれもうすでに食べられてますけど、もう一度体験していただいて、はいはい、エイジアンカレーはないんですね。タイレットカレーがある。チリコンカンとプルドポーク、懐かしい。これにします。はい、あとじゃあこれもビブだけ。あーありがとうございます、はい、お願いします。ありがとうございます。すごい。かっこいい。手拭い。記念のビブ等々お渡ししてると思うんですけど、もし受け取ってない方いらっしゃいましたら。じゃあここで会いましょう。よし。もうこの辺からめっちゃいいですね。これは綺麗だ。こうやって上から見てると通り過ぎちゃうけど、下見るとこんなでかい葉っぱにあれだけな感じなんだ、ね、うん、うん、うわ、みょうでっかい、みょうが取っていいですか。うん、食べてみたいさ、なんか難しい。いや、いいのが取れました。カツオに乗せたいですね、うん、ね、ちょっと今日のこれやっぱりそうめんの中とかさ、あいいですね、めんつね、おつゆにする人もいるし、新鮮でめっちゃ美味しそうです。すごい。わあ、これはいい。ないですね。僕はこんなに凍って、晴れてきた。
昨日一昨日と雨だったんで、すごい滑る。すごい開けた。せっかく登ったのに下ってます。うわ滑りそう。あ、また登る。下って登って下って登る。ハイカーさんに来られました。はい、人通ります。登山道の方。こんにちは。大丈夫です。大丈夫です。あ、あとはこんにちは。うん、あ、うん、うん。なんかか。だから。あ、何も聞こえないんですか。手作り。いただきます。うん、うん、本当ね。米粉と奄美のサトウキビを。うん、美味しい。ありがとうございます。天気が残念だけど。タイレットカレースプーンがいる。スプーンいますね。これ食べましたよね。うん、食べ。それがなんか普通のやつとビーガンってなかったはずなんで、多分これは同じ味なはず。でしょ、ラーメン。でしょ、ラーメン。ラーメン。マスターさんにはラーメンの印象が強いな。ああ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。8分。マスターさん、入れられます？ちょっと濃い。いや、ちょっと濃い。その辺までしたっけ？それ入れて。日本の美味しいやつじゃないですか。昨日モンベルで買ってきたんです。こっちの方が美味しい。あ、すっごい。はい。八分待ちます。ここでもう一回。うわ。混ざってないとこパリパリする。間違えて誰かがそこの。でも女子の。しんどい。アップダウンがしんどい。
うわ、すごい。すごい。わあ。ああ戻ってきた。イエーイ。ゴー。頑張りました。ああ。お疲れ様です。いや本当頑張った。お疲れ。疲れた。はい、というわけで。フェルラベルトレッキングジャパン終わりました。予想以上にしんどかったですけども、なんか日本の風景をじっくり見れてめちゃくちゃ楽しかったです。来年ぐらいに一般の方をお呼びして開催することができたら皆様ぜひトレッキングしましょう。疲れた。